はい、というわけで皆さんどうもこんにちは。ここは神奈川県やってまいりました。こちらは、東武5万50系電鉄線のリルル列車でございます。じゃあ早速ですね、今回は横浜市営地下鉄に乗っていきたいと思います。こちらがブルーラインいうやつですね。湘南台行きということで、湘南台からあざみ野という駅までを結んでいる横のブルーラインという列車でございます。山宮くん、HK くんです。 HK 交通、山宮くん。今日はですね、このようにこの3人でですね、横浜市営地下鉄ブルーラインに乗っていきたいと思います。この列車快速の湘南台行きいうそうです。この曲いいですよね。チャン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 。快速いうことで、あんまり快速走ってないみたいですけど、1時間に何本か走ってるみたいです。早速あざみ野駅を出発。あざみ野から湘南台を結びますと言いましたように、あざみ野は橋の終点駅というふうになっております。早速乗っていくんですね。そしたら地上階に出るわけですよ。地下鉄なのに地上出るのか、そういう地下鉄は今のところ多いですよね。だいたいどこの地下鉄も詐欺のような名前を使っております。外に出るのにね。新横浜やら横浜やら桜木町やら主要な駅に停まっていくんですが、というわけで横浜到着ということです。この列車快速湘南駅一旦降ります。次にやってきたのがこちら4000経由らしいですね。こちらの電車ブルーラインです。電車が来ます。これ別角度から HK さんいう方に撮ってもらいました。今回は山宮くん、HK くんと一緒に、ね、旅していこうと思うんですが、ここで HK さん、こちらの 4000K 乗りたいようですね。僕たちは横浜で観光したいと思ったんですよ。なんでこちらの 4000K いうのに HK 君を乗せてですね、さっき行ってもらおうと思います。湘南台に行きたいそうなんで、僕は乗らないですよ。僕と山宮君は乗らないです。 HK 君はこの 4000K いうのに乗りたいので乗ったそうです。乗っちゃいました。これ行っちゃいましたね。あー、じゃあさようならというわけで、あーどっか行っちゃったということで、横浜満喫しよう思ったんですけどね、忘れ物に気づいたわけですよ。あ、 HK 君の映像なんですけど、出発しちゃいましたね。 HK 君、こちら横浜駅を出発ということです。普通電車の湘南台行き、さっきの快速よりは少し遅いらしいです。さて僕たちはですね、とあることに気づいて追いかけることにしました。相鉄に乗っていきます。相鉄確定横浜駅、確定には乗りませんけどね。こちらの列車横浜に折り返しするそうです。奥で動画撮影をしているのが、今回僕に同行してくれる山宮くんです。相鉄の乗り方があんまりちょっとね詳しくない熱振りですから、案内してくれるとのことです。じゃあ乗っていきましょう。お世話になるのはまず最初快速海老名駅です。この快速海老名駅のに乗ってですね、相鉄本線を疾走していくわけです。その頃 HK はよくわからん石崎なんとか町いうとこ乗ってました。僕は相鉄乗るんですね。発車まで時間があるそうです。あ、これじゃ追いつけない、やばいやばい。快速海老名駅、快速の名もないですよね。扉がやっと閉まりました。最近何かと話題のこの相鉄なんですけど、ちょうど出発したところですね。どこがどこやらさっぱりわかりません。沿線改札もできたもんじゃありません。というわけで相鉄多分初乗車となります。 HK はなんか愚明寺いうとこ行ってましたね。わかりません。愚明寺出たら神岡いう場所に泊まってました。神岡なんか聞いたことあるんですね。わかりませんけど、あ、扉閉まっちゃいました。向こうの方がね早く行っちゃってるんでね、僕現在地見てもね、どこやらさっぱりわかりません。ただスピードが遅いというのはわかります。関西の新快速に乗り慣れてる関西人なら全然遅いということがわかるんですね。相鉄まだまだ走りますと見てたらですね、おお、なんか GR 来たぞ。おお、何回かよ、すごいな。 GR と直通運転してるそうですね。これから東急とも直通運転を行うそうです。すごいですね。 HK 君なんか外に出てますね。ここどこか知りませんが、なんか車庫なんかなんかあんのかな。ここなんか合流できる場所がありますよね。はい、というわけで僕まだまだなんですね。追いつけてないと思います。この辺りでは神長屋いうところを発車してました。神長屋も地上ですか。というわけでこちらも、おお、黒いなんかかっこいいの来た。これ GR に直通するやつでしょうか。多分しないと思います。おお、なんかしばらく
ちょっと速度出せそうだろうと思いますが、先にカーブ。全然速度出してくれません。遅いなこいつ。というわけで、この快速エビの駅手ぶれがひどいですが、まもなく湘南台駅に乗り換えれる、駅に到着するということです。二俣川いう駅なんですね。ここかっこいいですね。右側の電車、相鉄はなんかかっこいいですよね。まあ、というわけで、あの扉開きました。隣にですね止まってる、こちらが泉の線に行くやつなんですね。これに乗ります。左側の湘南台駅泉の線に乗り換えます。さっき言ってたのは湘南台言いましたけど、湘南台を追いつくんですね。この列車は戸塚に止まりました。本当は GR だったらこの列車を追い越せるというか間に合うんですけど、あの GR の乗り方知りませんでしたのでね、このようになんか横浜市に乗ってる人を追いかけられずということで。なんだ今日は、あそうだ、山手線なんか大規模工事で運転見合わせなんだ。外回り大崎池袋止まってるそうなんで、相鉄も GR にね直通してるんで、なんか関係があるそうです。湘南台まであと17分。まあもうこれ間に合わへんわ。間に合わへんくても会えたらよしとしましょう。向かい側の先ほどまで乗ってきた相鉄の車両とですねお別れします。向こうの列車相鉄本線言うらしいですね。海老名の方まで行くそうです。海老名がどこか知りません。で、僕が今乗ってる電車が泉の線遊、なんか夢もあるような路線らしいんですけど、よくわかりません。相鉄って今お金上がってるらしいですね。なんでか知りませんが、東急と直通してなんか中心部に行けるとかなんとか、そんな話だそうです。運転手さんの進行といういい声かき声のともにですね、列車発車していくわけです。対向電車も何系か分かりません。とりあえずですね、この電車に乗っていきます。これ GR と同じくですね、前の幅が広いですよね。これさてですね、内側の2本の線路が泉の線遊線路らしいです。そして外側のこの分かれていく線路、こちらが相鉄本線らしいですね。というわけですね、あの HKC 下飯田有駅に着くそうです。あこれじゃもう間に合わへん。とりあえず横浜市には多いお茶がいっぱいあるいうことが分かりました。下飯田に到着したそうですね。人が多かったらしく、こんな感じでしか取ってくれてないらしいです。でこっちは弥生台いう、縄文も弥生もないやんかいう駅に泊まります。なんかこの相鉄の泉の線、不思議な駅名が多いんですね。夢がないのに夢台。これはあの手土産です。でこれをちょっとさっきの HK に渡すのを忘れてたんで、これを渡すために湘南台へ行こうって、そういう話。あというわけで、僕が兵庫県民なんですけどね、兵庫のお土産をですね、あの HK に渡すの忘れてました。あの人4000型乗っちゃったんでね、追いかけないといけませんが、こちら側はですね、いよいよ湘南台駅に到着するかというところです。この動画見事にですね面白くないんですけども、こちら横浜市営地下鉄ブルーラインに後ろ側、これワンマン運転なんですね。初めて知りましたよ、ワンマンというのを最近知りました。本当にびっくりでございます。横浜市営地下鉄も地下に入ります。これね、横浜市で後で撮った電車なんですね。後で撮った動画なんですけどね、こちら横浜市営地下鉄ということで、あのなんとですね、もう今回の企画追いかけようという話だったんですけど、オチの動画を撮り忘れてですね、あの別の山宮くんが撮ってくれたね、あのこの階段を疾走している僕の様子をね撮影してくれてました。でこうやって走ってたらですね、HK氏と無事巡り合うことができました。両方ともですね、着いた瞬間の動画を撮ってなかったんですね。おかしいですよね。山宮くん本当にありがとうございます。両方とも息切れておりますけども、あのちょうど着く時間が同じやったというわけで、あの僕がですね手土産を渡してあげるんです。湘南台まで追いかけた理由は、ちょっとこのこれですか、そうイカナゴの釘煮をね、明石のイカナゴの釘煮を届けに来ました。いただきます。美味しいんで。
賞味期限切れるまで食べる。ご飯につけるとめっちゃ美味しいです。はい、あ、兵庫県のね、明石の名物イカナゴの釘煮なんですけども、こちらご飯にのけるとめちゃくちゃ美味しいんですね。あ、でもちゃんと関西エアポート書いてありまして、神戸空港で買ったんバレバレでしたけども、はい、美味しいです。こんにちは、僕絶振りついてっきょ、なんか追いかけられてるらしいですね。というわけでね、今回の動画こんな感じで終わろうと思います。2人ですね、スタバに行こうとか言ったら、ね、金持ちは言われました。スタバは娯楽ですから、グリーン車と同じです。楽しみましょう。美味しいからさ。美味しいのは分かってるけど、気になって贅沢な。ちなみに僕はスタバではカモミールティーラっていうのを食べます。本当に美味しいです。で、この抹茶が好きなのは HK らしいです。抹茶美味しいですよね。僕はあんま飲めませんけど。小田急も走ってるんですね。うわすごい。この電子レンジみたいな小田急は見たことがありますよ。乗ったことも1回だけあったかと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。湘南台でなんか小田急が来たんでね、動画だけ撮っておきました。ということで今日は HK 氏が4000型に乗っちゃったんで、その HK 氏にお土産を届けに行くために、追いかけたと、そういう話でした。本日は相鉄と地下鉄の話でした。締め取りだ。